はいどうも、いつも動画をご覧いただきありがとうございます。送り人生産機の匠です。今回の動画ですが、直近でかなり期待していた山犬というミームコインが先ほど実は電撃上場したので、緊急で今動画を撮っています。はい、そしてそんな山犬のチャートがこちらですね。山犬かなり上がりましたね。購入できた方、まずは本当におめでとうございます。逆にまだ購入できていないという方は、今後まだチャンスがあるかどうかといった話もしていくので、ぜひ必ず最後までご覧ください。そしてこの動画では山犬の最新のチャートを見つつ、今後まだまだ価格は伸びるのか、そして参入は間に合うのかといったところをですね、今のチャートを踏まえて解説していきます。はい、では早速チャートを見ていきます。でこちら先ほどから映っているこの山犬のチャートなんですが、倍率で言うとですね、なんと上場から120倍まで価格が上がっています。初動で結構上がりましたね。なのでおそらくですね、ここですね、この長い陽線のタイミングで買えている方が多いんじゃないかなといった印象ですね。でそしてこの結果ですね、僕の LINE にも無事この山犬を買えて資金が増えているといったですね、ご連絡結構たくさんいただいてます。で僕自身も今回この山犬購入していたんですが、いかんせん上場のタイミングが分からずに急に上場したということでですね、最安値で仕込むことはちょっとできなかったんですが、今のところですね、3倍から5倍くらいの価格で利益が出ている状況です。はい、なので初動でかなり盛り上がったこの山犬なんですが、ただですね、今お話しした通り上場が急すぎてうまく参入できなかったって方は結構複数名いらっしゃるかと思います。なのでここからの話なんですが、今後この山犬の価格はまだ上がっていくのかっていう点と、そして参入チャンスはまだあるのかというところについてお話ししていきます。で結論なんですが、まだ参入チャンスはあります。というのもですね、今のところ僕個人でトランザクションなどいろいろ確認していたんですが、まだまだですね、参入しているユーザーは少ない印象があります。特にですね、今日本国内で大きく盛り上がっているような印象が強いので、まだですね、海外に届ききっていないんじゃないかなといった形ですね。なので日本国内のユーザーだけではなくてですね、今後海外から山犬の買いが入ってくるとですね、かなり熱い状況になってくるんですが、実はですね、それが起きえそうな根拠がもうすでにいくつか出てきてます。というのがですね、まず一つ目に、先ほどですね、こちらこれはですね、山犬の公式の X のアカウントなんですが、かなり興味深いですね、ポストが25分前、この撮影時の25分前ですね、なので17時くらいにですね、出てきているものなんですが、こちらの内容ちょっと見ていきます。総供給量の 5% の山が CEX 流動性のためにマルチサインウォレットに送られます。山 CEX リストが到着っていった内容になってるんですけど、これどういうことかというとですね、ついに CEX 大手取引所に上場するために提供するべき流動性がですね、先ほど送信されましたよといったことがこの内容でわかります。ということは直近で大手の取引所に上場する可能性が非常に高いということが言えます。でこの山犬はですね、当初この山犬のホルダー数が1万人に到達した際に CEX に流動性を提供するといった流れだったんですが、今回かなり早いですね。もう流動性が提供されたようなので、近いうちにおそらくどこかの大手取引所で上場してくるんじゃないかと僕は考えています。そうなるとですね、かなり海外のユーザーの参入が増えてきます。それによってさらに開発上がっていくので、個人的にはですね、山犬にとってかなりいい状況を作ってくれるんじゃないかなと予想しています。でそしてもう一つ期待したい根拠があるんですが、それがですね、テレグラムでですね、これはもう純粋に海外のユーザーが山犬に興味を持ってきているという決定的な証拠になりますね。なのでこの2つの根拠から、直近で山犬にですね、海外ユーザーが大量に流れ込んでくる可能性が浮上してきています。そうなった場合はですね、価格上昇第2波起きる可能性が非常に高いです。なのでこの山犬うまく参入できなかったといった方やですね、高値掴みしてしまったといった方はですね、ぜひ2回目の上昇もですね、視野に入れていただいて、引き続き動向を追っていただければ幸いです。そして最後になるんですが、僕の公式 LINE ではですね、今後の山犬の価格動向を踏まえて第2のおすすめ参入ポイントを限定的に共有していきます。なので今回のですね、急な上場でうまく仕込めなかったといった方やですね、高値掴みして利益になっていないといった方は、この第2回目のチャンスをものにできるように、この動画の概要欄から僕の公式 LINE を必ず追加いただいて、そちらにですね、120倍とメッセージをお送りください。はい、それでは今回は本日9月4日に電撃上場を果たし、そこから120倍の急騰を達成した山犬の現在の価格の動向と今後の参入チャンスについて解説していきました。
ミームコインは一度価格が大きく上がってしまうと諦めてしまいがちなんですが、この山犬に関してはまだまだ上がる根拠が潜んでいます。ここからまだ逆転していける可能性もあるので、ぜひですね諦めずに引き続き一緒に動向を追っていきましょう。そして繰り返しにはなりますが、僕の公式 LINE では今回の山犬の動向を踏まえて第2のおすすめ参入ポイントを限定的に共有しています。なので今回うまく参入できなくてリベンジしたいという方はですね、ぜひこの動画の概要欄から僕の公式 LINE を追加いただいて、そちらに120倍とメッセージをお送りください。そして最後になりますが、もしこの動画が役に立ったと思っていただけましたら、ぜひ動画の高評価とコメントもしていただけると励みになります。それでは今回の動画はこちらで以上となります。最後までご覧いただきありがとうございました。